人間力があるってどういうことあなたの人間力は人間力という言葉をよく耳にする。能力だけではない、人として重要で魅力的な力だが、いまいちわかりにくい。そこで文部科学省の定義や力学を使ってわかりやすく説明しよう。人間力のある教員とは、文部科学省においては主体性、自,自立性はもちろん、 自己と他者、個人と社会の関わりにも重きを置き、自らを立しつつ、他者との共通や協力、社会における責任を果たせる教員だと考えられている。人間力のある人を育てるには、まず教員自らが人間力を持たなければならない。人間力のある教員を文部省が掲げ、各自治体の教育委員会でも重視している。例えば、子供はもちろん、 保護者や地域の人々に信頼される人間力のある教員となることを兵庫県教育委員会も教員に求めている。人間力のある教員に関する論作文問題が各県の教員採用試験で出題されていて、2020年もそれは変わらない。人間力とは人間を育てる教員に欠かせない能力だが、 実はビジネスのいろいろな場面でも重要な能力だと個人的には思う。人間力とは何か意味を知りたくても、工事園などの辞書や辞典に明確に書かれていることはほとんどない。内閣府に置かれた人間力戦略研究会の報告書には、人間力に関する確立された定義は必ずしもないが、 本報告では、社会を構成し運営するとともに、自立した一人の人間として力強く生きていくための総合的な力と定義したい、と書かれている。力学のモデルから人間力を考えてみたい。世界で広く知られているニュートンの力学だが、人間力にもこのニュートンの力学を応用して考えることができる。力学的エネルギーは人間関係においても存在するのだ。 生まれつきあみな自己中心的な人間だが、他者との関わりの中で自分の利益と他者の利益のバランスがわかるようになる。また、作用・反作用の法則から考えれば、相手に好ましい言葉をかければ、相手から好ましい言葉が返るし、好ましくない言葉をかければ、自分にそれが返ってくるということになる。人間力が診断できるサイトやテストが開発されている。 2万円くらいかかる詳細がわかるようなテストもあれば、サイトで簡単にできるなど、いろいろな種類のテストがある。人間力をどんなことをする能力かわかりやすく言うと、知的能力、専門知識、社会対人関係的能力、自己制御能力、探求心、忍耐力、意欲などだと言える。 自分の会社では人間力とは何かという話が会社の朝礼であった。部長から人間力が意味するものや対人関係のスキルにはおもてなしの精神が必要という話があった。体力的に自分の持つ能力以上の力を出すとき、リミッターを外す、カジバの馬バ鹿力。 というが、精神的な部分でも自分の許容範囲を超えて受け入れるという意味で、リミッターを外すことは重要だ。人間力を高めて職場の人間関係を良くするための研修やセミナーも各地で行われている。このサイトで検索可能だ。また最近は大学の授業で取り入れられたり、人間力を高めて大学入試合学するために塾かセミナーを開いたりしている。 さらに、人間力大学という人格をたためる会員制の講演会が2014年に創設されて東京港、小穴港、千原城校で運営されている。人間力はビジネスマンだけではなく、主婦や子供にも必要なスキルだ。 人間力のあるママは子供の能力をうまく引き出したり、やる気にさせたりできるはず。そんなママに育てられた人間力のある子供は、クラスやスポーツチームをうまくまとめたり、自分の目標に向かって粘り強く取り組んだりできるのだろう。人間力を高めるためにおすすめの映画は、僕の後ろには道はできる。植物状態だった主人公が、人との関わりにより奇跡的に回復するというストーリーで、 人とのつながりの意味を気づかされる映画だ。おすすめ本は、漢訳7つの習慣人格主義の回帰。人間力は英語で、ヒューマンクオリティーズやパーソナリティと言われる。英語だともともと備わっているというような意味に感じられて、日本語とはちょっとニュアンスが違う気もする。日本語では備わっているものに加え鍛えられるものと考えられる。 普段はリミッターによって100のうちの30%の力しか出ていない。リミッターを外し訓練することによって自分の可能性をもっと広げていきたい。20年ほど前から人間力対象が毎年選出されている。これは国際青年会議所の事業 TOYP をモデルにして日本青年会議所が創設したもので。 毎年あらゆる分野において社会に持続的なインパクトを与えることのできる可能性を秘めた若者を表彰している。2020年から JCI Japan TOYP と名称を変えている。人間力は社会や他者との関わりをもってよりよく生きるために必要な力だ。AI の進歩により人間には何ができるかということが問われている。他者と関わり、 大切にしながらバランスをとり、良い方法を生み出し遂行していく能力が人間力だと言える。自分のようなマザコンには特に人間力が求められる気がする。